ゲートに入りました。スタートしました。最内1番ゴーイングトゥーベガス、好スタートを切りました。ラブズオンリーユ現在3、4番手、最初のターンへと向かいます。ゴーイングトゥーベガス、しかし並んでポケットスクエア、さらにはドッグタグ、3頭1段で最初の3コーナー回っていきました。2馬身3馬身の差、4番手が日本、8番ラブズオンリーユ、鞍上川田優雅です。5番手インコースが3番アカネラ、並んで6番のラブ、その後に4番ルジール、10段でうちに12番のアウダーリア、ホームストレッチに出てきました。5番クイーンスプリーム、9番マイシスターナット、10番オーシャンロードと続いて7番ウォーライクゴッデスは現在最高峰でホームストレッチを12頭が流していきます。やはり1番ゴーイングトゥーベガスが先頭に立ちました。ゴールの前を通過、11番ドッグタグ2番手、3番手が2番ポケットスクエア、これに接近する6番ラブと、そして8番ラブズオンリーユー、3番手グループの外目で1コーナーをカーブしていきました。その内には3番のアカネラです。さあもう一度先頭から見ていきましょう。1番のゴーイングトゥーベガスが逃げます。リード1馬身ぴったりマークは11番のアシゲドッグタグ、再び向こう上面に入っていきます。2番ポケットスクエアが3番手、インコース4番手が3番アカネラ、これに並んだ8番ラブズオンリーユー、その後少し下がった6番のラブに打ち合わせる12番アウダーリア、そして4番ルジール、ここまでが1段、あとは10番オーシャンロード、後方から動いた7番ウォーライクゴッデスが現在後方4番手まで上がりました。先頭との差6馬身、あとは5番クイーンスプリーム、9番マイシスターナット最後方、ここで12頭1段になって再び3コーナーをカーブしていきます。1番ゴーイングトゥーベガスが先頭、並ぶ11番ドッグタグ、2番ポケットスクエア、3番手、4番手の一段から6番ダブが押し上げる馬群の真っ只中、8番ダブズオンリーユ、大外7番ウォーライクゴッデスがもう先頭グループまで並んできている。最後の直線コースに入った、大外からウォーライクゴッデスが先頭に変わる、打ち合わせて6番のラブ、さらにはマイシスターナット追い込んできて、直後ダブズオンリーユ現在3番手4番手の一角で直線コースの攻防、間から伸びてきたラブズオンリーユ、ラブズオンリーユだ、ラブズオンリーユゴールイン。日本調教馬ブリーダーズカップ初制覇、ラブズオンリーユ。最後は4頭もつれる追い比べ、この4頭の真ん中で勝負根性を最後に出しました。ラブズオンリーユーがオークス QE2 に続いてアメリカでも G1 をブリーダーズカップを勝ちました。